皆様、はい、ようこそリコの館へはい、この動画垢抜け動画なんですけれども、はい、撮るのね2回目になります1回この動画撮影して、うん、カットとか編集したんですけど、はい、話とかほんま長くて1時間くらいの動画になってたんですよまあ熱意があんねんで、それぐらい。そう、熱意があるねんけど、うん、ちょっとうまいこと喋れてもなくて、なんかすごいね、何言ってるかわからんこいつって思ったんで短くもうちょっと新しいね、うん、なんかポイントとかも書いてるうちに思いついたりしたんで、はいはいはい、ニューバージョン撮っていきたいと思います。あ、いいやんか。このね、ノートを見ながらじゃないと喋れないので、うん、ちょっとこのノートを見させてくださいあと、声めっちゃでかかっていいんやん、ニコ。でかかったの？そう、声でかいねって言ってほしい。興奮したら。そうそうそう。オッケーオッケー。じゃあ、始めさせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。はい、まずね、はい、まあ垢抜けってことで、私、うん、昔どんな感じやったかっていうと、今とは全然違う雰囲気の女の子やったんですね。まあ私もまだ全然進化途中なんで、完全版みたいな感じではないんですけど、高校から今比べた時に垢抜けた自信はあるんで、ちょっとね紹介したいなって思ってます。はいまず初めに伝えたいこと、はい、私が垢抜けで一番大事やなってこのノートを書きながら思ったことは、自分に一番似合う形を見つけること。今日はもちろんみんなにおすすめできる垢抜けの方法も紹介するんですけど、うん、よく質問とかもいただくから、私がやった垢抜け方法とかも一緒に紹介するんですね、はい、私の方法を完全に真似っこしても垢抜けれるっていうと、それは違うから、自分に似合う形っていうのがあるからさ、うん、どうやって見つけるの、じゃあそれってなってると思うから。思いました、それめっちゃそれもね紹介したいと思います。はい、垢抜けに大事やったなって思うポイントが4つあります。4つでいいですか？4つ前6個くらいあったよ。うん、減ってます。まず1個目が髪の毛、はい、2つ目がメイク、3つ目がお肌、4つ目がダイエット、体、ああ、っていう感じになってます、うん、目次ですね。でこの4つについて話して、まあ、最後まとめとか似合う形の見つけ方とかを話していけたらなって思ってます。講義やこれもよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず髪の毛、はい、いきたいと思います。お願いします。私がすごい髪型をしてたんですね昔、まあ、あれはあれで可愛かったんですけど、うん、やっぱり垢抜けてるかって言ったら全然違うかったんで、うんうん、大事やなって思ってます、はいはい、まず一番にするべきことはケアやと思ってます。ケア、まあサラサラにすることですね、初めは、うんうん、でサラサラになったら、はい、次は髪型。髪型ね。そう、髪型なんですけど、うんうん、これはさっきも言ったとにかく似合う髪型にするのがめっちゃ重要だから、ちょっとこれは後で説明します。聞きたいそれ一番聞きたい。私に関してはまず前髪がすごく短かったんで、うん、伸ばしたんですよ前髪を、うんうんうん、けど伸ばしきっちゃうと私の輪郭的にあんまり似合わへんから、全部を短くしちゃうと重くなっちゃうから、ここのもうほんまにちょっとだけやねんな、黒目と黒目のこの間くらいを眉毛と目の間くらいに切ってもらって、流すこともできるし、こう出して巻いたら短い前髪もできるからすごい便利なんですよ。うん、いいね、ツーウェイ。ここの遅れ毛も切ってもらってます、このくるんってなってるとこ。で、あとは私は巻くのがほんまに苦手やから、ワンカールでも可愛くなる髪型にしたくて、レイヤーを結構たっぷりめに入れてもらってます。が私の髪の詳細ですね、はい、髪型が整ったら次はカラーですね。色の感覚ってほんま人それぞれやから、なんか説明するのもすごい難しいと思うね。だから絶対美容室に持っていくべきものは自分がしたいカラーの画像を結構な枚数持っていくことと、自分のしたいカラーがどんなカラーかを自分自身が知る必要があると思うね。確かにそれはもうリコと一緒におってめっちゃ思う、うん、リコとめっちゃ相談してさうん、うん、これがいいこれがいいで決めるやん。なんかそれ見て、うん、俺なんていつもあじゃあそれでみたいな、なんかもう分からんし、うんうん、もういっかってなって、うんいるやんとか思ったりもあってん、そういうのが1個見てやっぱり写真見せて相談して、ここはこうってこだわり持って言うのは大事やなってめっちゃ思う。自分の好みを自分自身が知ってちゃんと伝えることですね、美容室で大切なことは、うん、あれ置く持ってこい
いいやん、これによって。あ、いいやん。めっちゃいいやん、これ。はい、次。はい、次は、オイルの話をちょっとしたくて、うん。オイルってみんな塗ると思うんですけど、私も塗るし。けど、オイルってほんま難しくて、似合う似合わないがあると思うんですよ。で、私は似合わない方で、どんだけ上手な美容師さんにうまく塗ってもらったとしても、すごい、頭洗ってない人感が出るんですよ。ほんまに。でもあれはなんか生え方とか顔の輪郭とかの問題だと思うんですけど、リコと同じ塗り方してんのにめっちゃ可愛くなる子っておるんや。羨ましいですね。すごく羨ましい。ほんまに毛先にちょっとだけつけるくらいの感じが私はベスト。でこれはなんか私の勝手なイメージなんですけど、男の子受けの観点で見たときに一番好きなのはなんかサラサラ、うるつやサラサラみたいなのが好きで、その次がツヤツヤ、オイルっぽい髪の毛ツヤツヤっておしゃれな感じで、最後はまあボサボサパサパサみたいな、ツヤツヤじゃなくて私はうるつやサラサラを目指してるんですよ。でこのうるつやサラサラっていうのはオイルのツヤツヤじゃなくて内側の水分量が多いみたいな、自分もそれが好みやから男の子受けっていうよりも、うん、俺も絶対それが好き。あでもほんまに達也の好みを好きになっていってる。好きな人のタイプめちゃ目指したいタイプやから。なんかやっぱ髪の毛がボサボサやと清潔感とかもなくなっちゃうし、清潔感ってほんまにめちゃめちゃ重要やと思うね、男女問わず。確かにそれはな。だからそれってすごい髪の毛でも変わったりするから、とりあえず髪の毛から始めることはいいかなって思います。うん、私もほんまに高校生の時、髪の毛緑にしたりしてて、全部緑っていうか毛先だけ緑とか前髪の端っこ黄色とかにしてて、えぐいよ。そう、どういうことけど、うん、なんかそれそんなんしてたのにケアとか何もしなかったから、なんかほんまにやろダンブルドアみたいな。いや、おかしい、えぐい。それはあんだけーカット。事件を受けました。いやほんまにごめん。今ね、あの髪の毛の話終わったと思うんですけど、あのメイクと肌の話を取り終わったんですよ。ほんでちょっとどんな感じで取れてるかの確認を2人でしたら、達也がさっきこれに置いたらいいんちゃうみたいな言ってくれたじゃないですか。そうそうそう、これを置いてることによってリコの顔にピントあって、これにピントあって、なんかもうボワ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 って、カメラがな、困ってたな。いやーすごいいい話やった。もう忘れたの。しゃあないしゃあない、切り替えていきましょう。はい、メイクメイクですね。で、まあメイクに関してとばらける。これは私が辞めたこととかしたことやから、うんうん、みんなに推奨するわけじゃないんですけど、うんうん、話しますね。はい、で私が初めに辞めたことはデカカラコンを辞めました。なんでかっていうと、はいはい、オルちゃんメイクが流行ってて、はい、憧れがあったんですよ。大きいカラコンしてちょっと可愛い小動物みたいな感じに、うんうんね、憧れがあったんですけど、はいはいはい、私はもう圧倒的に似合わなくて、うんうん、やめましたね。はい、ラメラメのアイシャドウ、これもすごい私なんやろな、韓国メイクとかで可愛いなって思うんですけど似合わないんですね。なんか涙袋はすごいつけたら可愛いんですけど、まぶたの上にはつけないようにしてます。私がつけたらもともと目とか口が大きい方やから強調してしまうとすごい、そうですみたいな感じになるから、あんまりしないようにしてますね。ナチュラル、ナチュラルジューシーって感じで。好みとかもあると思うんだけど、リップの色も昔は明るめのリップが好きやったんですけど、明るいピンクとか、けどそれも暗めとか肌なじみがいい色に変えたら綺麗な女みたいな感じになれるから、あ、リップの色でこんな変わんねんなって思って変えました。で、まあ、メイク系で一番大切なのは私眉毛やと思ってるんですけど、私ね眉毛すごい太かったんですよ昔。すごい毛が濃かったんで眉毛も一本一本生えてて主張が強い眉毛だったんですよ。それがすごいコンプレックスやって、どうしたらいいんやろうっていろいろ勉強したりして形を見つけたんですよ。まず自分に似合う形、太眉が圧倒的に似合わへんから細め、細めのちょっとだけアーチっぽい感じかな、平行寄りのアーチみたいなが似合うってことに気づいて変えましたね、眉毛の形は。でそれだけでもすごい変わったんですけど、プラス脱色の垢抜けにおいてすごい押されてる脱色っていう方法だと思うんですけど、はいはい、脱色はね本当にこれはもう
みんなに伝えたい。やりすぎはダメです。そう、なんでかっていうと、私みたいに眉毛がしっかり生えてたら、なんか眉マスカラをしてもね、似合わないんですよ。やから脱色すんねんやん。下の毛の黒さに勝たれへんねんやんか。脱色して、すごい印象が変わったんですよ、顔の。パッて明るくなって優しい顔になれたんですね。で、それがすごい嬉しくて、もう、ちょっと黒い毛が生えてきたら染める。ちょっと黒い毛生えてきたら染めるっていうのを繰り返しすぎて、眉毛がもう、キラッキラになったんですよ。ないみたいな眉毛が感じになって、いくらそのキラキラ眉毛の上から眉毛を描いたとしても、キラキラ眉毛はもうごまかされへんから、すごい変なんですよそれって。そう、難しいねな眉毛って。じゃあめっちゃ難しい。もうな、生まれた時から何もしなくても綺麗な方っているんです。すごい羨ましいんですけど、うんうん、けど私はそういうタイプじゃなかったから、すごい眉毛は努力して眉毛も一回キラキラになり今があります。ああ、そういう失敗も経てな、はい、そうそうそう、こんな感じでしたっけ。こんな感じやったかな。でも変わったな、うん、だいぶ変わった。じゃあいくもふんな、はい、次はお肌です。お肌来ました。一番気になってました。じゃあね、肌のことちょっと話していきますね、うん、私中高ってすごいニキビが多かったんですよ。ほんまにすごくて、一番のねコンプレックスやったんですよ。で、すごい努力したんですね、だから肌に関しては。いろいろしたからこそ今は一番大好きなんですよ。まあ今でも全然まだまだあるんですけど、悩みは。けど完璧じゃなかったとしても好きやね、うん、もう、うん、もはやこんだけ変われたっていうのがあるから。すごいいいやん、かっこいい。かっこいい、かっこいい。そういうなんか努力して自分の好きなとこを見つける。ありがとうございます。俺に足りひんとこや。あ、そうだ。全てを話すことは難しいんですよ、うん、やけどその中でも中学生の頃からずっと続けているプラスみんなができることをご紹介しようかなって思ってます。メンズでもできるってことやな。メンズもでもできます。はい、今から話すことは正直言うと調べたらすぐ出てくるようなことやね、うんうん、みんな知ってんでって思うかもしらへんねんけど、私はマジでそれを中学から続けているから、うん、マジでやった方がいいみたいな感じ、念押しする感じやから、ほんまに試してみてください悩んでる子は。まず一つ目は、うん、タオルで顔をゴシゴシしないこと、うん、もうこれはすごい、もう本当に大事。俺もニキビすごくて悩んでた時に、どうせ初めてリコが一発目に言ってくれたことやな、拭かないことプラスティッシュで拭く。ティッシュの使い方、ペトってこうティッシュを乗せてポンってやってペロ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 って剥がすだけ。俺はさ、もうゴシ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 ベンベンベンやったけどさそう、なんか強かったらいいねんそれで、ね、全然ニキビもできへんし、何してもできへんって子もきっとおると思うねんけど、私は結構ニキビがすぐできちゃったりするんで、優しく優しく恋人のように伝わってます。で、2つ目が顔を触らないこと。これもすごい大事で、もう中学生の頃から頭に刷り込まれすぎて、まあ、今やからこうやって触れるんですけど、洗脳、そう、洗脳、極力触りたくないって今でも思うね。こうやってひじついたりとか、こう顎とかにこうやってひじついたりするのもあんまりしないですね。たまにするけどね。意識することが大事やからな。で、あとはまあニキビ潰さないとか。ニキビは皮膚科です。本当に皮膚科に行くことが一番だと思います、うん、でもうな、ニキビに関しては皮膚科行ってるしけど治らんしっていうこととかもすごい多いと思うね。私も初めそうやったし、すぐには治らへんっていう認識もマジで大切。もうどんだけ諦めへんかとか、原因を突き止めることがマジで大切で、もう人それぞれね、ニキビになってる原因って。で、あ、これもめっちゃ大事。シャワーを顔に直接当てたあかんってよく言うと思うんですけど、うん、すっきりするんですよ、シャワー顔にガーって当てたら。だからそれはもうやめられへんかって、まあ、ここは温度、お湯の温度だけはめちゃくちゃ気をつけてます。で、最後、はい、顔じゃなくて体の肌の話なんですけど、はいはい、私体の肌ね、すごく好きなんですよ、自分の。で、ニキビとかもできたことがないんですけど、なんでできへんかったんやろなって考えた時に、私が唯一中学生くらいからずっとやってることが、リンスとかシャンプーとか洗い残しを許さへん許さへんそう、許さへんってことで、もうほんまにめっちゃ流すねん、上がる前に。もうほんまに上がって全部終わった後に髪の毛ガーって上に上げて、もう 4,5 分流してんちゃう流してめっちゃ流すやんって思ってたそう、なんか保湿ももちろんしてるんですけど、保湿はやらん日もあったり、なんか結構適当やから、それがめっちゃ大事かもです。
で、こっからあの1回目なんですけど、ほんまや、もうそうか、2回目のとこ終わったんだ。そう、こんな感じでね、やっていきたいと思います。で、あ、これはあの、余談なんですけど、はい、私ね、この目あるじゃないですか、私の目、これね、あの、みんな二重やと思うじゃないですか、実は、四重なんですよ。四重え、そう、四重やねん。めっちゃコンプレックスやねん、これ。四重になってるの。これ、原因が分かってるから嫌やねん。もうなんでなったかっていうと、私ちっちゃい頃から線がまあ結構いっぱいある二重みたいな感じあって、一番濃く入ってた二重が、この線より一個下くらいの二重やったんですよ。で、中学生くらいの時かな、一個上の線にしたいって思って、細いピンとかでもうグイグイってやってたりしてるの。メイクによって、二重幅狭い方が可愛かったりするメイクもあるから、なんか狭くしたりもしとって、めっちゃ目をいじくっとってんな。そしたら、気づいたら、全部の線が濃くなってて、まあ一番上が濃いねんけど、一番よく使うから。全部の線濃くなって、編集とかするやん。もうな、アップになった時に、え、ありめえに線あるって思うんですよ、私。もうそれがすごいコンプレックスで、この線だけしかもう最近なんて使わへんからさ、触るん我慢して、美容皮膚科とか美容クリニックとかで相談したらよかったのかなとか思う。でも、今は、まあコンプレックスではあるんですけど、それはそれで私なんで可愛いなって思ってみた。そんな私もラブリーみたいな。ラブリー。いい子だよ、自分が好きならそれで。そうそう。はい、ラストポイントです。ダイエット。ダイエットね、これは今の私の課題でもあるんですけど、うん、私の理想の体の話するわ。あ、いいやん。そうそうそう、なんか私ね、うん、中学の時、少女時代がすごい好きやって、中学の時なんてさ、わからへんやん、もうただ細いみたいな、スタイルいい、まあ、イコール細いみたいな感じやから、うん、無理なダイエットをめちゃくちゃしてたんですよ、私。結構ガリガリ寄りやってんやん、どっちかって言ったら、うん、無理なダイエットやったから、リバウンドするんですよ。そう、やから高校生の時にすごいぽっちゃりになって、良くなかったなって今思ったら思うんですけど、私のダイエットの目標みたいなのは、出すところは出して、へこますところはへこますなんですけど、へこますところはこのフェイスラインとくびれがメインで、脂肪は味方。もうマジで脂肪は味方なんで、どうしていったら脂肪なんてなくなっていくし、出すところはまずお尻ですね。私が一番欲しいお尻と胸とほっぺたと太もも。太ももも結構太めが好きなんで、私は。そんな感じで出すとこは出して、へこますところはへこます。筋トレとかもすごいイメージしてやってる。この部位をやってたらリコのあの出すとこ出すボディになれるぞみたいな。確かに理想体型を頭でイメージしながら、この筋肉動いてるって思いながらやってる。で、あの体に関してなんですけど、すごいあの胸に対しての質問ってめっちゃ多いね。女の子からのバストが大きくなるサプリとか飲んでますかとか、私の胸に関する価値観をここで話したいと思います。まず私が言いたいのは、分かんないですよ、これ私は専門家じゃないんで分かんないんですけど、まず胸の大きさに悩んでる子がすごく多いねやっぱり。けど胸の大きさってほんまにめっちゃ太るか、もう手術するかのどっちかでしか大きくなれへんのちゃんって私は思ってるんですね。生まれ持ったもんじゃないけど、最近私結構人生で一番くらいにピークで太ったりとか、太った時にたっちゃんも言ってくれてんけど、胸も大きくなったなって言ってたやんか、だから太ったらマジでちょっとだけふくよかにはなるんですね。大きくなった状態をキープしたまま体を絞っていくやり方をしていくと上げれるのかなっていうのは思ってて、ほんま唯一の方法がほんまに太るしかないって思うねん。分からんねんけどな、いろいろあるんかもしらんけど、私はそれでしか感じたことがないから。で、あとは私がマジで胸に対してめちゃくちゃ気をつけてるのが、形だけはキープしておきたいってめっちゃ思ってて、インスタとかでもよく載せてるんですけど、ナイトブラとかはほんまにちゃんとするようにしてます。自分に合ったやつ、いろんなナイトブラも試してきて、自分にはちょっときついな、苦しいなって思うやつとかもあったり、横に流れすぎるとか、なんかいろいろあるんですけど、ナイトブラも自分に合うのを見つけてキープすることはマジで大事にしてる。胸に関しては運動する時とかもちゃんと固定してくれるやつを選んだりとかしてま
ますね。あとはほんまにさっきも言ったけど手術して大きくするかのどっちかかなって思うけど、怖いよな手術も。全然平気っていう子はリコは全然推奨派なんですけど、やっぱりなんやろ、価値観やんあれって、私の価値観的にはなんか子供を産むまではしたくないっていうのがあんねん。出産したら胸も縮んじゃうっていうから、その時はなんかしたいなっていう願望はありますね。たっちゃんにも相談するけど、まあせやな、その時に決めたり話やもんな。だから大きくするのはその2つで、私が重要視してるのはキープ、形をキープすることですね。マジで美しいもんな、リコの前。ほんま美乳言って、美乳とか何の話やねん。はい、こんな感じですね、体に関しては。よし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 、来ましたよ、ついに。はい、ポイントを話し終えたので、はい、似合う似合わないの方法ですね。まず大前提に、気持ちの面で言ったら美容を好きになって楽しむ自分だけよっていう気持ちがないと正直無理やと思う、ね、確かに。その気持ちをまずね育んでいくこと。確かに大好きなことってな、努力じゃないもんな。そうやね、初めは努力やと思うねんけど、だんだん好きに変わっていくと思います。まず私さっきも言ったけど、高校生の頃はすごい今とは違う雰囲気の女の子やって、やってたな。アニメとか、ビッグバンのジオンが大好きで、それに時間を費やしまくってて、自分自身のことはあんまり興味がなかったの、見た目とかあんまり気にしたこともなかったし、モテを意識したことも全然なかったよ、高校時代って。友達と遊ぶの最高みたいな感じの女の子やったんです。で、私が美容を好きになったきっかけっていうのが、美容室に行ったことやね。前川さんのところ。初めて地元じゃない美容室に行ったんですよ、梅田の。こんな世界があるんやみたいな、すごいなんかキラキラしとって、もう覚えてる今でも、すごいワクワクして、自分を磨くのってすごい楽しそうみたいな感情になったんですね。で、まず美容好きになったんはいいけど、何したらいいか全くわからんやんか。今までそういうのも勉強一回もしたことなかったし、何したらいいんかなって考えた時に、可愛い人を好きになってんやん、自分が思う可愛い人、モデルさんとか雑誌見たりして、でその人を真似するようになって、髪型とかメイクとか服とかも真似して頑張っとってんやん。頑張ったよな。そう、ドリコは。でも壁にぶち当たって、その壁が何かっていうと、似合わへんで、その自分には真似しただけやったら全然似合わへんくて、なんでなんやろってめっちゃ考えてその時に。で、なんか私が目指してたのって、どっちかっていうと、もうザ可愛いみたいな女性やってんけど、なんかまあいろいろ探していくうちに、私は可愛いよりの綺麗が一番なんやろ似合うってことに気づいたんですね。一番好き、一番好き、一番好き、一番好き。間違えてたんですよ、目指すところを。自分が好きな可愛い人を目指してても、自分は可愛くなれないっていうことに気づいて、自分の目の位置が似てるとか、自分と輪郭がめっちゃ一緒とか、口の笑い方が一緒とか、鼻の形が一緒とか、なんかそういうなんかパーツで似てんなって人っておると思うねんな。顔で見つけるのは難しいからさ、芸能人なんてもう人類のトップみたいな人たちばっかりいはるから、そうやから、そういう人を見て私は真似していったんですね。なんでこの人とリコちゃうんやろって見た時に、眉毛全然ちゃうやんみたいな、目の位置とか全部一緒やのに眉毛全然ちゃう、眉毛じゃあ変えようみたいな感じで真似してったら、ほんまに変わっていって、一番初めにすべきことは自分の顔を知ること。自分の目の形ってどんなんなんやろとか、輪郭こっちは短いけど頬骨があるから、なんかどんなメイクが似合うかとか、口はどんなんかとか、すごい自分の顔をめっちゃにらめっこしてた。なんか出かけたりしてもめっちゃキモいねんけど、鏡一生見てた。ちょっと自分が映るタイミングがあったら遠目から見て、体のバランス見て、自分はどんな体型なんかとか思ったか、何を優先するかやね。自分の好きを優先することってすごい素敵なことやと思うんですよ。けどやっぱ垢抜けたいっていう気持ちがすごい大きいんやったら、自分の似合う形を見つけて高みを目指していくじゃないけどっていう、なんか二択やと思う。まあ、似合うを優先するか、自分の好きを優先するか。私は、まあ、可愛いのが好きやったんですけど、
なんかどんどん美を追求していくにつれて似合うが自分の好きに変わっていった、うん、やっぱり自分が変わるからめっちゃ楽しいなって思って似合うが好きになっていきましたね。みんな絶対真似した方がいいわそれ。分からん、難しいかもしれないけど、まあ、自分を知ることやな、ほんまに。まあ、でも似てると思ってさ、やってみてさ、うん、ちゃうかったらまた芸能人とかそういう可愛い人いっぱいおるしな、うん、やってみてくださいはい、こんな感じですね。はい、素晴らしいですね。はい、はい、もうね、今から話すことは、はい、前の垢抜けで話してなかったこと、うん、じゃあもう俺初耳やん。あ、そう、初耳あ、そうなんや。話してたから、まあ、もうラストエンディングがてら話そうかなって。あ、楽しみ。イメージ、マジで腰痛いじゃこれに座らせてください。無事ここまで来ました。垢抜けにおいて大事やなって大人になってから思ったこと、うんうん、内面の話マジで大事やわ、それは。そう、なんか、うん、若い頃って本当に日々目を見てっていうのはすごいこのノートを書いてて思った。なんか頭なんて別に悪くてもいいと思うんですよ私。けど自分の大切な人とかがすごい悩んでる時にアホすぎたら言葉をかけてあげれへんと思うんですけど、だからそういう場面のためになんかいろんな人と関わって自分の中身を作っていくことってすごい大切なのかなって本の詩になって思います。人生の課題としてもっと軽い言葉やけどいい人になりたいなって思う。まやな自分の外見っていうよりもさ、中身が好きやったらさ結構楽じゃない。めっちゃ、いや、ほんま楽。外見を変えるのって、うん、なんか簡単やし、うん、どっちかって言ったら中身変える方がむずいから、なんか中身をねきっちりして自分をまず好きになって、そうしたら自分に費やしてあげようって思うし、うん、だけじゃな無理やな、うん、この年まで来たら、この年まで来たらやっぱり中身より中身が大事になってくる。これから大事、そこを大事にすることでリコがさっき言ってた外見の話とかに繋がっていくからな。そうそうそう、おしまい。いやー、おしまい。もう素晴らしかった。素晴らしいセミナー、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。聞いてくれて。もうこれが無料なんて信じれません。こうやって話せるのがすごいと思う。俺、無理な気する、自分でなんか。いや、でもリコ、全然話せてない。話したかったことの半分くらいしか話せてない。じゃあ、第2回やわ。だから、直接話したいねん、リコ、どっちかっていうと。質問してくれるやん。直接返せるからさ。なんかそういう場とかもね、作りたいなって思いますね。絶対作るべきやわ。ポーチの中を見せ合うことが夢なんですよ。言ってんな。いろんな人と、女の子と。だから、そういうのとかね、したいなって思う。なんか、せやな、できるようにちょっと考えたいな、今年、うん、はい、じゃあ終わりますね。垢抜け動画本当にお待たせしました。 やっと出せて私も嬉しく思ってます。あとはね、僕が垢抜け出してなくてすいません今回ってその方法とかを紹介したけど、うん、じゃあどんな商品使ってますかとか、どんな化粧品使ってますかとかもよく質問いただくんで、うん、はいはい、それとかをねまた紹介したいと思います。ちょっといつになるかは分からないんですけど、うん、とりあえず垢抜け出せて嬉しい。そうやな1時間ぐらいかもしれないで、また動画これまあ頑張って練習します、はいはい、じゃあ見てくれてありがとうございました。ありがとうございましたこれにて終了いたします。ありがとうございます。ありがとうございました先生